はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということで、本日もですねやっていきたいと思います。今日はですね、なんかね、先日すごいコメントが来ましてね、公表してないんですけれども、なんだっけな、結構ね強めのねコメントが来たんですよ。言霊学が完璧な学問、言霊学が間違いのない学問だったらそれを理論的に証明してみろみたいな、説明してみようみたいなね、なんかすごい強めのこうコメントが来てですね、ああこういう人もねまだいるのかなというふうに思ってですね、まあ今日はねその内容についてまあやっていきたいんですけども、要するにですね、この言霊学って結構間違いのない学問だというふうにね説かれるんです。実際にね、間違いのない学問ですよと。で、何をもって間違いのない学問だというふうに認識しているのかっていうねことなんですけれども、この辺についてね今日はお話をしていきたいと思います。まあ、皆さんも今こうやって科学がたくさんこう進んでいる中で、科学的優秀性をこうやっぱ信頼したいっていうね部分もたくさんあると思うんですけれども、でも一方でこういうね動画ではですね、言霊学っていうものがすごくね本当に正しい道なんですよと言ってるわけですよ。そこにどんな理論があるのかということをですね、まあ簡潔に説明していきたいんですね。これ簡潔に説明しないと、多分最低でもね、それを本当の意味で理解するまでに2年ぐらいかかっちゃうんですよ、どれだけ優秀な人でも。だからそれぐらいにですねやっぱり難しいので、ちょっとね簡潔にそこを説明していきたいなというふうに思うんですね。なんで間違いのない学問だと言われているのか、そのですね結論、一言で言うと、後から名付けるからということなんですね。後から名付ける、ここにですね重要な理論が眠っているわけです。まあ、日本書紀とかね、古事記とか、そういう冒頭にですね、名もなく技もなくっていうふうにね、まあ、混沌の状態から始まるっていうねことが書いてあるんですけども、名もなくて技もないという状態は、要するにその性質が全く分かっていない状態からですね、まあ、人類史っていうものは始まったわけです。まだ名前もなくて技もないということはですね、その性質がよく分かってないよということですね。例えば普段の日常生活でですね、ああ腹が減った、そろそろご飯にしないというような言葉をこう言うじゃないですか。これっていうのは名前があって、そのね名付けられた実体の名前の方をですね全部指し示した言葉、音を発するから、それを聞いた人がですね共通の認識において、あお腹が空いたんだねと、じゃあそろそろご飯作ろうかというふうな返答が返ってくるわけであって、これで双方の認識というものはですね、この宇宙というものは、官能同行っていうね、要するにお互いのシンクロナイズとして、同じ共通の認識として現象をですね一つ理解して物事をですね運んでいくわけですね。ところが名もなくて技もないという状態は何かって言ったら、まあ一言で言うと、そのねお腹が空いたねっていうようなこの一言に対しても、こういう言葉が出てこないで、もうあー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 みたいなね、あーあーあーってこういうふうに言ってたって何にも通用しないわけです。お互いの認識において、あお腹が空いたんだねって、ご飯にしよっかっていうような言葉も出てこないということなんですね。これが一番最初にあったこと。でも言霊学というのは、その状態から人間の精神とは何ぞやと、その宇宙万象における人間がねこう意識下において、その物事に対して名前をつけていくっていうことは、同時にその精神内容として、内容としては性質があるわけですから、その一つ一つ、例えば「う」とか「か」とかね「さ」とか、いろんなこの五十音のね音があるわけなんですけども、でもその音があるということはですね、同時に精神的な働きもですね同時にあるよということなんですね。だからその働きを持ったものに、まず言葉として音を発するためにですね、例えば「か」とか「さ」とかってこう名前をつけたわけです。ということは、同時に「か」だったら「か」という働きの性質というものがあるっていうことなんですね。だから自分以外のこの世の中の実態に対しても、かだったらかというふうな働きを持っている性質に対して、かという名前をつけてった。梅だったら梅っていうね、
桜だったら桜っていう風な名前がついてるわけじゃないですか。これというのは桜というね、さという性質とくという性質とらという性質を持っているねという真実実相を見て名前をつけてたっていうことなんですよ。でこれをですね、じゃあ本当にその働きがあるのかどうなのかっていうことを探っていくのが言霊学の実践というか、いわゆる自称というね、自分自らがその中をこう、まあ、瞑想したりね、そういったものからこう体得していくっていうものなんですけども、そこに非常に精通したという人たちのことをスメラの御事と、そういう人たちが過去にいたんだよと。でそういう人たちが物事一切に対して真実実相から名前を名付けてったから間違いないんだよと。でもこれだけでもですね、そいつらが勝手に名前つけたんじゃねえのかというふうに思うわけですよ、現代人の僕らっていうのはね。じゃあこの後から名前をつけるっていうことは何なのかっていうねことなんですけども、まあ、昔の天皇とかはですね、例えば崇神天皇とかね、宇賀や吹合図のね、勘太郎家豊月天皇とかね、まあ、いろんな天皇のこう名前ってついてるじゃないですか。これね、送り名というふうに言うんですけども、その人が実際に功績として行った役割に対して後から名前をつけたものなんですね。だから間違いがないんですよ。今の現代社会というのは実は後から名前をつけるんじゃなくて先に名前を持たせちゃう。だから僕ら生まれてきた時に名前つくじゃないですか。で僕は康二っていうふうに言いますけれども、でも本当はですね、後からその人に対して送り名としてつけるっていうものが昔の習慣というか、そういうやり方でやっていたわけです。だから間違いのない歴史観がちゃんと出てくるっていうねことなんですよ。今はそれが先走って、例えばね、お前は将来ケーキ屋を継ぐ、ね、優秀な子供になるという理由でですね、子供にケーキって名前を例えばつけますよね。田中ケーキって、お前はケーキだというふうに名前をつけても、その子がですね、じゃあ実際に育ってって将来ケーキ屋を継ぐかどうか、これはね別問題じゃないですか。だから実際にはサッカー選手になってる可能性もあるし、全然違う仕事についてる可能性もあるわけですよ。そしたらケーキというふうに名前最初につけたものはですね、全部間違いだよということになるわけです。でも後からサッカー選手になったとかね、後からケーキ屋をちゃんと継いでやってるっていうふうになったら、ケーキという名前でもいいわけです。後からつけたわけですから。だからそこに帳尻があってですね、後から名付けるから間違いがないんだよということなんですね。でも言霊学ではですね、一方で未来に対しても分かるよというふうに言ってるわけです。じゃあここの未来の部分というものはですね、何なのかというふうになってくると、その物事の性質の方にですね、名前をつけていくっていうような、要するにそういう、宇宙万象の、実体に対して名前をつけていくっていう学問ですから、そういう働きをよく精通して見ることになるわけですね、この学問に入っていくと。だからそうなってくると、世の中の性質はこうなってるよっていうことが見えるわけですよ。その性質とは何かっていったら、例えば格闘技とかね、そうですけども、格闘技ってどっちかが倒れるまでやるじゃないですか。どっちかが勝つってことを決めるっていう競技なんで。ということは、例えばなんとか大会っていうものが開かれた時に、それはそこに参加した100人だったら100人のうちに99人が負けて最後の1人が決まるよっていう風な性質って、これ最初から分かってるじゃないですか、性質を見てるんで。だから1人が強いものが勝つねっていう将来が言えるわけですよ。誰が勝つっていう風なねことを見るんじゃないんですよ。その性質の方を見て、この性質からいくと最終的に誰か1人が勝者が決まって、残りの99人は敗者になるねっていうことは一つ言えるわけです。こういうことをですね、性質を見て世の中に、あ、今こういう性質になってるからこういう風になるよっていうことを言えるわけです。だからこのね、お注射もそうですけどもね、この動画を通して何回も言ってました、これは盲目の科学になってますよというふうに言ってきたわけですよ。で今蓋を開けてみたらどうでしょうかということなんです。もういろんなですね、そういう研究者っていうかね、そこに詳しい人たちもですね、これは薬害なんじゃないかってことを言い出してるわけですよ。でこれはなんで最初から分かってたのかって言ったら、その今言ったね、性質の方を見てるからなんですよ。後から結果を見てつけなきゃいけないもの、これは安心ですよっていうのは、後から結果を持ってつけなきゃいけないんです。でもこの結果が出る前から安心安全ですよって
やってるわけですから、明らかにその性質がですねおかしいじゃないですか。その性質になってないのに、これは安全だって先走ってやっちゃってるわけですから、だから危険ですよと。だから完全に否定したわけじゃないんですよ。こういう学問っていうのは優秀性をねどんどん塗り替えていくために、ある種の犠牲というものはですね、科学というものはあって、そういったものをですね更新していくから最終的に本当に優秀なものができるんですよっていうふうに言ってきたわけなんですけども、とはいえ今は全世界的にそれが一気に広がっちゃってるから、それは危険ですよということを言ってきたわけです。それはその性質の方を見たわけですね。それで今結果ですね、蓋を開けてみたらいろんなところでそういう症状をですね訴える人たちがたくさん出てきているっていうことじゃないですか。だから本来はこうやってたくさんこういう症状が出てきたよっていう結果の方を見て、そこに名付ける結論を持たせるっていうことなんですよ。だから例えば料理で言うと、カレーを作るよと、すごい美味しいカレーを作るんだっていうふうに前もって言ってたとしても信用できないじゃないですか。なぜなら結果っていうのは本当に美味しいカレーができるかどうかっていうのは別問題だからなんですね。例えばもうしょっぱすぎるカレーができる可能性ってあるじゃないですか。だから今の世の中っていうのはそういうふうになってますよと。でも最初から安全ですよ安心ですよっていうふうにやってきたら、それは間違うわけですよ。正しくないわけですね。この正しいというのはですね、立ちと差し、立ちと差しというものが合わさって正しい、正しいというふうになります。この立ちとは性質、差しとは物差し、ね、差し測るの差しですね。この双方が両方合わさって正しいというふうになるわけです。だからこの骨玉学っていうのはそういう性質とか物差しっていうものをですね見るわけですよ。立ち差しをね。でそれで最終的に帳尻が合わすようにしていくわけですから、何ていうんですか、間違いのない学問なんですよと。だから間違いのないっていうのは、その今言ったカレーで言ったらですね、しょっぱいものができちゃったねと、うまいカレー作るって言ったのにしょっぱいカレーができちゃったね、じゃあこのしょっぱいカレーを最終的に正すのは何ですかっていうふうに言った時に、科学ではないんですよ。これを足してあれを足してっていうね、ここに何分の何を入れればとかね、こういう学問的じゃなくて、最終的な頼りっていうのは味覚なんですよ。味覚に頼るじゃないですか。あ、これでちょうどいい塩梅だねっていうふうになるにはですね、人間の実践値という、今起こっているこの結論に対して直していくということが必要なんですね。これもだからあくまで例え話ですよ。全部例え話ですけども、そうやってね、しょっぱいカレーができちゃったって言ったこの現実に対して、それを今この瞬間という現実の今という立場からですね、物事に名前をつけた時に、これは完璧なカレーではないねと、しょっぱいカレーだねと、じゃあこれを直していこうっていうのはですね、その時の人間の意思によって、味覚によって直されていくっていうことなんですよ。ここがですね、人間の経験値ではないよ、実践値の方で直していくんですよっていうところなんですよ。間違いのない完璧な学問だよっていうふうに言ってるのは、そうやって後から直していくんですからね、完璧になるわけですよ。だから前もって何かを名付けるとかね、だから今の SDGs もそうですけれども、あんまこういうところで言えないんですけども、でも先走っちゃってるんですよ。こういう世の中に、こういう世の中にっていうね。でそれは真実実相として今起こっている結果とかね、それがもたらす結論とか、最初からその考え方が持っている性質とかね、そういったものを見てないんですね。だから今のこの世の中に言霊学というこの精神的な規範の心の持ちようというものをですね、一方でね持たせて、それで科学というものがですね初めて融合していくんですよと。それによって合理的な社会として運営が可能になってきますよと。これがですね、いわゆるその簡潔にお話しするとそういう形なんですよ。これを一つ一つ、じゃあ例えばうってなんだと、あって何と、かって何よっていう風な話になってくると、一つ一つ理論をですね説明していくのに最低でも2年ぐらい時間を要してしまうということなので、まあ、それをですねやっている時間はね、今の現代にはほとんどなくて、もう一人一人が個人個人がですね、もう骨玉学っていう学問自体はもうありますから、で紹介してる本とかもありますから、それをですね個人的にね、みんな日頃からですねその習得というかね、体得していけば、それはだん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 広まっていくということで、そういうことをですね、まあ、やっていますよと。だから別に科学がね悪いっていう話にもならないんですよ、この言霊学っていうのはね。
言霊学をですねに興味を持つ人ってなんか大抵はですね科学を否定派に行っちゃうんですよ。言霊学の方が正しくて科学はダメなんだっていう立場に行くんですけども、でもそうじゃないんですよ。この双方があるから最終的に正しい方向も見つかるし、だから人間ってその失敗があるからその失敗を克服して自分の魂の成長も一緒にね行くわけじゃないですか。だから最初から失敗のないものなんて作れないわけですよ。そういう意味で人間のですねこの葛藤とかね、まあ、いろんな言い回しできますけれども、科学とかっていうものも最終的には人類のねこの理想の社会を作るためにあるわけですから、科学をですねねもう取り外しちゃって、科学はダメなんだって完全否定しちゃって、例えば今のブームで言うとですねなんか縄文に戻ろうみたいな話あるじゃないですか。縄文の世界に戻るのが本当に正しい道だっていうふうに言ってるんですけども、これは正しくないんですよ。なんでかっていうと、その縄文時代は1万年前に とっくに通り過ぎたんですね。そのとっくに通り過ぎた1万年前にですね必要だからこの科学文明はスタートしたわけなんです。ですからその精神の時代も確かに大事なんですけども、物質のありがたみというもの、 なぜゆえにこの物質科学が反映してきたのかっていうことのこっちの時代も大事なんです。で次の時代というのはこの双方を合理的に回していくっていう社会なので、今から縄文の時代に戻ったところで何にも意味がないんですよ。むしろその先人たちに失礼なことをやってしまう、その人たちがいかにしてこういう文明を切り開いてきたかっていうことを無視してですね縄文だけの時代に戻ろうっていうふうにねしてる人たちがたくさんいるわけですよ。でもそうじゃないんですよということを言霊学は少なくとも教えている。その両文明をですね両輪のごとく回していくということが必要なんですよということなんですね。こっちが正しい、あっちは間違ってるとかっていうものではなくて、その双方を吸収しながらですね直していくというのが人間の本質なんですよ。そこはですね少しでもね、ああそういうことかっていうことをね自分の自我をね挟まずに、ああそういうことなんだなっていうことをですねまず理解しておけば、この言霊学っていうものも入りやすいですということで、本日はですね、言霊学のね間違いのない学問だっていうものをですね理論を説明してみました。まあ難しいですよ、難しいですけれども、一つ言えることはですね今は世界全体としていい方向に向かってますんで、そこはですね安心しても大丈夫ですよと。もちろん人間の努力が必要ですけれども、ちゃんとですねそうやって帳尻が合うようにね最後にはこうなりますんで、今ね至るところでいろんなところでこうねひっくり返るっていう現象が起こってますから、もっとね言霊学を学ぶ人も増えてほしいですけども、ちゃんとそういう道の流れっていうものもできてきてるんで、そこは安心しても大丈夫ですよということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。